今日のテーマ、今日のテーマ、はい、ね、なんて言えばいいかな、テーマ、不機嫌に引きずられるな。おう。ね。うん、上機嫌テーマ、第何弾だろうこれ。第3弾か第4弾ぐらいなんのかな。うん、ね。機嫌テーマ。はい、ね。不機嫌に引きずられるな。うん、ね。これたまちゃんの講演会の質問コーナーで、よく寄せられる。ね。自分はいつも笑顔で過ごしたいんだけど、ね。周りに超不機嫌な人がいるんで。で、その人たちにどうやってこう接していけばいいのかが知りたいみたいなね、感じで質問が寄せられる。結構ね、いろんな会場でこれある。自分は笑顔で生きていきたいんやけど、ね、周りの人が強力すぎて、もう笑顔になれないと。もうすぐなんか打ち消される自分の笑顔。自分の笑顔なんてすぐ吹き飛ばされて、気がついたら自分も不機嫌の塊になって愕然とするみたいなね。どうすればいいのたまちゃんみたいな相談が結構あるんです。でもこれあるよね。あるある。あるよね。自分がなんか鼻歌混じりでね、過ごしてたら、あんた機嫌いいわねみたいな。なんなのって。なんなんその鼻歌本当なんかもう。なんか耳に触るわみたいな、やめてもらえないかなその口笛とか。よくあるじゃん、こっちが上機嫌に行ったらそれをすぐなんかジュってその火を消すやつ。おるよね。おるね。おるんよ、いっぱいおるんよ。これがいっぱいおる。うん、でその自分のね、不機嫌をまき散らす。あ、そうそう、もうどころかまずまき散らすのいるよね。散らすっていうか、いるいるいるんよ、これいるのよ。で、そういう人に自分の笑顔を消されているのね。だって自分はさ、いろんなところにこう学びに行ってさ、笑顔って大事やね、上機嫌で生きるって大事やねと思って、で実践をする。そして小さな笑顔をコツコツとみたいな感じでね、笑顔をコツコツ積み立てていくんやけど、いっぺんにふわーって吹き飛ばされるわけよね、それね。もう不機嫌の嵐に吹き飛ばされて、また最初からコツコツとみたいな。で、そのうちもうね、積み上げても積み上げても吹き飛ばされていくんやったら、もう積み上げねえわみたいな、やめやめみたいな感じでね。で、自分も般若になっていくみたいなね。本当に。まあそういうことって、日本全国津々浦々で起こってる出来事かもしれませんよね。そうね。ねえ。でもこれどうすればいいのって、たまちゃんに相談されるんですよ。もうたまちゃんにそういう相談をしてくる時点で間違えてますよ。なんかね、なんか間違えてるような気がしますよね。あのね、上機嫌と不機嫌がもし戦ったとしたんなら、実際上機嫌は上機嫌だから戦うことないんですよ、ないんですけど、まあわかりやすくね、上機嫌を勇者だと思ってください。で、不機嫌を魔王だと思ってください。ね、勇者対モンスターみたいな。ね、勇者と魔王が出会ったみたいな、でバトルになるじゃないですか、ね、その時に基本ね、上機嫌と不機嫌って不機嫌の方が強いんです。不機嫌の方が強いの、強いんですよ。なぜかっていうと、簡単に言えば上機嫌って山、不機嫌って谷なんです。まあ分かりやすく言うとね、まあそろそろよね、機嫌をエネルギーで表すと、まあエネルギーがどんどん上がっていく、エネルギーがどんどん下がっていくを上機嫌不機嫌で表すと、山と谷って分かりやすいよね。ですよね。で、登るのは結構大変でしょ。山登りって結構エネルギー使うじゃないですか。でも落ちるのは一瞬なんですよ。確かに落ちるのはコロコロ転がって何のエネルギーも使わずに止めどなく落ちていくんですよ。ということは、簡単に不機嫌の方向に流れていくんです。簡単。人は簡単に不機嫌に巻き込まれていくの。落ちるだけだから。で、上機嫌ってコツコツ登っていかないといけないから、結構大変なの。わかりやすい。わかりやすい。わかりやすい。で、上機嫌が勇者だと思ってください。で、不機嫌が魔王だと思ってください。勇者と魔王が出会う。ね。いきなり勇者と魔王が出会ったら、魔王が勝つに決まってるじゃん。あなたはそういうゲームはやったことないでしょ。ドラクエとかやった人ならすぐ分かると思うんですけど、勇者ってレベル1からのスタートなんですよ。勇者って自分だから、自分ってレベル1からのスタートなんで、コツコツレベル上げていかなきゃいけない。でももう魔王はすでにレベル50ぐらいになってるんですよ、その時点で。魔王レベル1とかないんですよ。で魔王レベル1だったら魔王じゃねえじゃん、そこら辺の雑魚じゃん。あ、じゃあその自分がレベル1の時には魔王には出会わないの？魔王はまあゲームのシステム上魔王には出会えないようになってるんですよ。なるほど、ね、いきなり魔王に出会うと大変なことになるからね、魔王の手下にもやられるわけですから。ああ、そうそう。でも、この相談する人たちが言ってる、ね、自分は笑顔で毎日過ごそうと思ってるけど、家にね、まあ、例えばその離れることができない近い人、まあ、それが夫とか妻とか、あの何、舅とか姑とか、そういう身内、超強力な、あるいは会社で言えば上司とかね、それからまあ先輩とか、そういった人たち、ね、逃れることができない人たちが超強力、この人らに笑顔を吹き飛ばされるみたいなことを思ってる、この人らってもう魔王なんですよ。魔王なの。わかる？っていうことはどういうことかって言ったら、この相談する人たちのレベルが圧倒的に足りない。もうレベル1対レベル50の戦いなんですよ。負けるに決まってるやん。そんなの。負けるに決まってるやん。なるほどね。で、それで倒そうとするんですよ。ね、倒せないから、そんなの。瞬殺。ね。犯に与え熊みたいな感じで瞬殺。ね。すぐやられる。何今の。いやいや、すいません。時々ステルスでぶっこんでくるんですよ。ステルスじゃねえっちゅうね。時々ぶっこんでくるんです。でも確かにその魔王はもう常に不機嫌だから、だから魔王ってほら炎吐いたりするじゃん、なんかドラゴンみたいな、あれ不機嫌だと思ってください。不機嫌の炎だと思ってください。ところ構わずわーボワーってやってるんですよ。不機嫌歴も長いわけ。長い魔王だから。魔王だ。勇者なんて今ポトリの生まれたばっかりやから、勇者みたいなね。だからそんなんで戦おうとしてる時点でまずね、身の程を知れっちゅう話ですよ。まず無理ね。だから私の笑顔でこのね、身内を笑顔にするなんて、そんな無謀。もうその口から吐く炎にやられるに決まってるやん、そんなの。だからまずは人をどうにかするんじゃなくて、自分を鍛えてくれ。ああ、なるほどね。自分のレベルをコツコツと鍛えてくれ。もうそのレベルがまずたどり着いてないのに相手に向かおうとしない。ね、この人の不機嫌をね、なんとかしようなんて思わない。まずレベル1対レベル50だということを肝に銘じなさい。まずあなたはその面と向かうレベルに達してない。ね。そうよね。まあだから不機嫌、上機嫌でいいよっていうふうに思い始めて、まだ日が浅いんだからだって。日が浅い、上機嫌レベルまだ日が浅いんだからまだ。でそれをコツ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 続けていくとね、まあ相手を変えようとかしないで。ひたすら自分だけコツ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 上げていく。ね。魔王と向かわなければ、魔王が炎を吐くことはないんですよ。とりあえず。まあ、そら、ところかまず炎を吐いてますけど、正面に立たなかったら、その魔王の炎を浴びることはないんですよ。ね。とりあえず、かわすみたいな。かわすの、とりあえず。ね。かわさなきゃ。まあ、大概ね、たまちゃんに相談しに来る人たちって、なんか、かわすとか、避けるとか、逃げるとかいうのを、なんか、卑怯臭いとまでは言わんけど、そういうのを良しとしない人たちがいるのね。行くんだったら正面からみたいな。アホかって。ね。戦国時代だったら真っ先に死んでますよ、あなたって。なんで正面から行くみたいな。もう撃たれるって分かってんのに正面から、しかもほぼ丸裸で、手上げながら近づいていくんですよ。撃たれるから、そんなの。アホかって。なんでそれに分かんねえかなみたいな。で撃たれて文句言ってんですよ。こっち丸裸で手上げていったのに撃ったみたいなね。さあ、あなたが非常識ですわみたいなね。撃ってくれって言ってるようなもんじゃないですか、それって。それ世界の常識は撃ちますですからねって。だからまず避ける、避ける、逃げる、ね、そうやってコツコツとレベル貯めて上げていくの、ね、それみんな勇者やってんの。ゲームの中の勇者はみんなやってんのそれ、ね、なるほど。で上げて上げてレベル50になってから魔王と向かえばいいじゃないですか。まず上げてねえのに向かうなっちゅう話ですよ。ほんでこっからがめちゃくちゃ大事なんですけど、いい？レベル50に上げるじゃん。でね、これで魔王に散々やられたわけですよ、自分たちは。今やみたいな感じで魔王を切りかかりに行くのね。ね、そりゃそうでしょ。だって上げて上げて今だ、魔王を倒すのは今だみたいなことを思うじゃないですか。ね、そんなことやってるからこの世界はいつまでも魔王に支配されるんですよ。わかる？こっからがめちゃくちゃ大事。自分のレベルが50になって魔王と立ち向かう、ね、対等にいけると思ったらどうしないといけないのか。そのレベル50で魔王を倒すんじゃなくて、レベル50で魔王を救ってください。魔王を救ってください。救い出してください。なるほど。これが究極の魔王攻略術です。あのね、まあよくあるの相談が、ね、自分はいいけど、で、嫁いだ先のじっちゃんばっちゃんがすごい不機嫌な人でね、ね、もうことごとく焼かれる、その炎に焼かれるみたいな。結構多いのよ、これ。多いの。ね。ほんでもうその人がいるせいでもう家の中暗くてどんよりみたいな。ね。なんとかしたいんだけどなんともできないみたいな。我慢しろっちゅうの、たまちゃんみたいな。ね。っていう風に思うんですけど、その人はもうそのじっちゃんやばっちゃん、まあ自分で言う義理のお父さんお母さんみたいなね、人が魔王だと思ってるのね。魔王だと思ってる。でも考えてみて、世の中に最初から魔王がいるのか、最初から世の中に魔王っていう存在があるのか、ね、人は生まれた瞬間に魔王なのか、そんなことはないんですよ。魔王も実は私たちの知らない世界で、コツコツレベルを上げて魔王になってるんですよ。最初はみんな雑魚からのスタートなんですよ。だから赤ちゃんでしょ、ね、赤ちゃんがいきなりあなたの魔王を倒すわけないでしょ。みんな、まあ言うてみんな雑魚からのスタートなんですよ、勇者も魔王も。ということは、ね、自分は魔王だと思ってるから、魔王の涙に気づかないんですよ。わかる？魔王の苦しみとか魔王の涙に気づかないの。魔王だ、敵だと思ってるから。ね。俺らの、まあ、父や母もそうですけど、俺らのじっちゃんやばっちゃんってもっとですよ。あのね、時代を考えて、まず時代を。ね。その当時の、例えばばあちゃんやったとすると、そのばあちゃんって、どんな風に自分の人生生きてきたのかっていうのをちょっと考えてみようよ。今よりもはるかに女性の地位や立場が低かった時代の話ですよ。わかる？その女性の扱いなんて本当にひどかった時代の、もう今からはもう想像もつかない時代ですよ。ね。もう女性は子供産んでなんぼ。ね。もう本当にそれね、もう家畜並みの扱いしか受けてないひどい時代がすごく長かった。ちょっと振り返ってみれば分かることでしょ。そういう時代をそのばあちゃん生きてるのよ。長い間、ずっと。この魔王の涙に気づかなかったら同じことの繰り返しなんですよ。どうなるかっつったら、で勇者がレベル50になってその魔王を倒すじゃないですか。でどうだーって思うでしょ。この勇者が魔王になるんです。今度はこの勇者が魔王になる。手のつけられない魔王になる。今度はそうやって世の中巡っていくんですよ。これね、勇者は魔王を倒すためにいるんじゃないの。勇者は魔王の涙に気づいて魔王を涙から救い出さないといけない。そして初めて世界に平和が訪れる。深いでしょ。深いね。深いんです、これ。深いんです。だから勇者なんでしょ。ねえ、それ魔王を倒すんだったらもう勇者じゃねえじゃん。魔王を倒すんだったらそれ戦士じゃん。うん、戦士と勇者って違うんですよ。真の勇者は魔王を救い出す力を持っている人のことです。どうやって救い出したら？それは勇者が考えれや。それは勇者が考えろ。うん、それから固定機だらもうすでに勇者ですらねえじゃんそれ。なるほど。ね。真の勇者になれ。救い出せ。ね。うん、これを聞いてるリスナーだったらできる。うん、ね。まあ得てしてそのね。相談してる人はこの玉ひばを聞いてないっていうね衝撃的な事実が明らかになるんですけど、大概聞いてほしいなって思う人が玉ひば聞いてないってよく講演会あるあるですよね。学校でこの人たちに聞いてほしいと思って企画した講演会、その人たちは聞かないっていうね。そしてこの人たちもいいよ聞かなくても十分分かってるっていう人たちが喜んで講演会に行くっていうね。でも世の中でそういうあるあるなんですよ。あるある。だからこの玉ひばもリスナーの皆さんは特に聞く必要がないんですよ。本当はどっちかっつったら学びっていうよりも確認作業みたいな感じ。うん、ああそうか忘れかけてたけど確かにそうやそうや、たまちゃんね思い出させてくれてありがとうっていう意味合いの方が強いかもしれないですよね。これ本当に聞いてほしい人、聞かなきゃいけねえなって思ってる人って、このリスナーじゃない人たちの方が圧倒的に多いのね。だから、このリスナーの皆さんは、玉ひばを宣伝しないといけない。宣伝する義務を背負ってるんです。義務を背負ってる。義務を背負ってるんですよ、皆さんは。玉ひば普及促進委員会にちゃんと所属してる。ね。玉ひばで世界征服だみたいなね。征服するんか。この場合は健康さんと一緒で服を盛るね。世界で服で盛るぞみたいなね、世界征服じゃんみたいな。その一員なんですから皆さんは貴重な一員なのね。まあそれを便宜上ショッカーと呼びますけど、皆さんはショッカーなのね。だからね、どんどんこれをこう玉ひばのこうなんていうのかな。玉ひば聞くといいよみたいなのでも玉ひばこれ聞きなさいよとか言っても聞かないから人ってね、そこは考えて勇者だから、あなたは勇者なんだから、勇者は考える力を持ってるからね、あなたは勇者で、その時にものすごい衝撃が勇者側に来るから、魔王を涙から救った時にもう人生でありえない風が吹くから、そこでこの風はやばいから、はい、これをぜひね皆さんに味わっていただきたい、ね。今回の、不機嫌なんだっけ、今回のテーマ不機嫌に惑わす、不機嫌に引きずり込まれるな、不機嫌に引きずられるな、はい、不機嫌に引きずられるな。いかがでしたか？いやーいい内容でした。はい。はい、こう深かったでしょ今回の。深かったです。今回の衝撃のラストみたいな感じだったでしょ。うん、これこそ本当にやばい回ですよねこれね。うん、ああいただきました。ハニヤからいただきました。拍手できないのが残念。今ハンドルを握ってるのでね。いやでも本当よ。うん、勇者になって魔王を倒そうとしないで同じことを繰り返すことになるから。うん、で勇者になったら魔王を救い出してお願い。ね、魔王からのお願いです。たまちゃんが魔王だったのかみたいな、ね、その通りね、ワルの秘密結社ですから、魔王からのお願いです、ね。私を涙から救い出して。いやでも本当よこれ本当、ね、たくさんの魔王の涙見てきたから俺。うん。だから鬼滅の刃にすげえ共感できたのよ。同じような物語、鬼にも涙があるのよ。その鬼を涙から救い出す物語なのよ鬼滅の刃って。なるほど。最初は鬼をこう滅ぼすために授からの剣をね、その鬼滅の剣みたいなのがある、ね、でその剣で鬼をなぎ倒していかないと鬼ってその倒せないんですけど、その鬼滅の刃で鬼を倒す時に鬼の涙ねから救い出すっていう話なんです。これすごく共感したのこれに。今までにないパターンの、まあないパターンじゃねえな。これね、漫画読んでる、このリスナーの中にいるのかな、アームズっていう漫画があるのね。うん、アームズっていう、もうこれは知らない人がほとんどだと思いますけど、うん、もうこれ、たまちゃんもこれ、すごく深い話やなと思ったんですけど、うん、このアームズも、うん、世界を滅ぼす敵がいるの。うんうん、で、この世界を滅ぼす敵がなんと身内だっていうね、うん、まあその SF なんですけど、うんうん、で、最後、どうなるかっつったら、うん、その敵を倒せば世界が平和になるっていう時に、うん、そのこちら側の主人公は何をしたのかっつったら、うん、その敵を抱き寄せた、うん、ハグしたんです。うん、で、そっから先はね、うん、その興味を持った人はアームズっていうその物語を見てほしいんですけど、それも衝撃やったんですよね。映画？漫画。あ、漫画。うん。漫画もう連載終わってるんでコミックスですけど、すごい衝撃のラストだったですよね。カタカナでアームズ。いや、英語です。英語でアームズ。つまりその戦士、うん、まあ武力とかね、そういう意味ですね。力っていう意味ですね。この物語も衝撃やったよね。それ以来の衝撃やったね、鬼滅の刃は。鬼の涙、鬼を涙から救い出すっていうね。もうこれ本当の勇者なんですよ、これが。だから、まだ鬼滅の刃読んでない人は、ね、まあ読んでもいいかな。読んでくださいとは言わない。うん、それはもう、やる、読む読まないよ。それは人の自由だから。あ、まあね。で、アームズも、まあ、読んだら読んだでいいかな。って思いますね。で、たまちゃんはこの2つにすごく教えられた。うん。すごく心から共感できた。あ、こういう作者が世の中にいるんだと思ってね。すごくこう嬉しかった。希望の光が見えた。それまでは敵を倒すっていうストーリーしかなかったのよ。それに興味が持てないんだよね。うん、そう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 。だからあなたも「鬼滅の刃」見たら、ひょっとしたら感じるものが多いかもしれないですね。多いかもしれない。まあ今回の話、ね、皆さんの心にどう響いたか。それはね、皆さんが感じ取ってください。皆さんは皆勇者の資格を持っている、ね、真の勇者に皆さん育ってほしいなってたまちゃんは思いながら、ひばりくんと一緒にこの番組を作っております、ね。我が家は我が家で、ね、勇者対魔王、ね、別名熊対般若。え、なんで？違う。こっちの世界、だってあなたは魔王でしょ。違うよ、俺熊だから。いやいや、魔王って言ってる。この世界で。便宜上魔王って言ってるけど、この我が家っていう世界では、俺が勇者であなたが魔王なんですよ。で、魔王が圧倒的に強いんですよ。ね。何ちょっと、あ、それならいいかもみたいな顔してんだよ、おい。どこまで勝ちたいんや。勝ちたいよ。やかましい。今頃言うな、それを。あれほど求めてた時に言わなかったの。出してくるな、そんなの。というわけでね、皆さんもいつか勇者に、真の勇者にね、育つことを夢見て、たまちゃんと一緒に頑張りましょう。魔王を倒しましょう。倒さねえっつってんのに。魔王を救い出せ。ね。俺はひばりを救い出すんじゃ。はい、というわけでね、お後がよろしいようで今回はこの辺でね。はい、それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。次の配信をお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。